けで石を投げられた。孤独には慣れていた、むしろ望んでいた。誰かを思いやることなんて煩わしくて、そんな猫抱き上げる若い絵描きの腕。素敵なおじいさん、僕はよく見てる。夢の中もがいて必死で引っかいて、孤独という名の利権道を走った、走った。生まれて初めての優しさが曇りが、まだ信じられなくて、どれだけ逃げたって、変わり者はついてきた。ジブックはほとんど黒ずくめ、黒猫も初めての友達にくっついて甘えたがる日、貧しい生活に倒れる名付け親、最後の手紙を書くと彼はこう言った。走って走って、こいつを届けてくれ。夢を見て飛び出した僕の帰りを待つ恋人へ、この絵など出ないか。それでもあんたは俺だけ描いた。それゆえあんたは冷たくなった。手紙は確かに受け取った。全て詰め込んで呼んでくれた。嫌われた